こんにちは、トイズガオーです。本日はこちら、タイムボカン24のボカンブレスとボカンキーコレクション01です。はい、こちらはタイムボカン24の、ボカンメカを動かすときに使う、ブレス型の、通信アイテムですね。こちらのボカンキーを使ってこのメカ布団を動かしたり、コスプレ合体の時もこちらを使ったりしますね。今回この主人公トキオのカラーということで、パートナーのカレンの方はピンク色のブレスなんですけども、カレンがね、合体の時はカレンが指示を出したりするんですけども、こちらの方でも合体の指示を出せるような、作りとなっておりますね。これがですね、これはもう開けたら最後ですね。接着してあるパッケージなので、これを開けるともう戻らなくなりますね。これね、汚くなっちゃうんでね、普通に箱で良かったんですけどね、こういうのあんま好きじゃないんですよ。はい、こちら本体になりますが、はい、それでは電池をまず入れていきましょう。はい、単4電池2本入れます。ベルトをこのように通して、ここで止めます。そして腕にはめます。割と余裕がある感じですね。大人の僕でもこの3つ目ぐらいの穴に入ります。はい、それでは電源を入れます。スクランブルモードとチェンジモードがあって、ここに合わせるともうこれ以上こっちには右には回らないですね。チェンジボタンキーセット。で、赤に止めるともうこれ以上いかないです。2モードですね。これは関係ないですね。これが真ん中で通常止まっている状態で、まずはこちら、メカ布団のボカンキーをセットしてみます。これをここのセットするトレーを下に向けます。そしてこのボカンキーの車輪のあるところを前にしてセットします。まずはスクランブルモードでやってみましょう。
ここにセットしたらこちらに回転します。メカルトン、はい、そしてここのホイールを回転してチャージします。このホイールを回すとここがメモリランプがこうついて増えていっていっぱいまでなると発進しますね。クランブル保管キーセットメカルトン、ここでエンジンブルブルフルフル回転。チェンジモードにしてみます。チェンジ保管キーセット、メカルトン、そしてまたホイールを回します。これでメカブトンはロボモードにチェンジする場面を再現できますね。ホイールを回すことで、チャージするんですけども、これのチャージに失敗するとこうなります。次にクモモーターでやってみます。クランブル保管キーセット、クモモーター、クモモーター発進、クモ、クモモーターでは母艦パンチにドッキングですね。とりあえずこれが一連の遊び方になります。そして保管キーをセットしたままスイッチをオンにするとモードチェンジの声が変わるみたいです。ちょっとやってみます。クランブル保管キーセット、メカルトン、チェンジ保管キーセット、音声が変わりますが、これ多分ピコボーというこの保管キーを収納してたりいろいろナビをしたりするロボットがいるんですけど、その声の人ですかね。まあこの保管ブレスの声とピコボーの声は同じ人がやってますんで、
まあ、同じ人が違う声を出していると考えられますね。はい、このスクランブルっていうのとクモモーターっていうのは声は違うみたいなんですけども、喋ってる人は同じということになりますね。はい、それでは次にこちらの母艦機コレクション01の方を音声確認してみます。こちらは、よくある後ろのところをテープでくっつけてあるものですね。3体入ってますが、この基本のセットに入ってるメガブトンとこちらのセットに入ってるメガブトンでちょっとダブってしまいますね。こちらの認識する凹凸が同じなので、まあ流れる音声も同じだと思います。はい、他のは違いますね。この8ブルーンのプロペラが回ります。それ以外のものはギミックはないですね。メカブトンは同じなんですが、ちょっと聞いてみますかね。メカブトン、はい、これでやっと劇中と同じカラーリングになりました。ちょっとね、こちらの音声で残念な点があるんですけど、発信するときにね、イグニッションとかいう音声もあったりするんですけど、その音声がなくて、完全に母艦ブレスだけの音声だけなので、ちょっとそこは残念でしたね。音声はこちらと同じです。それでは続いて8ブルーンです。こちら8ブルーンは海賊王ですね。はい、そして最後にカットンボ。
トンボは野球王ですね。はい、以上で全音声鳴らしたと思いますが、このですね、ボカンキーがないとこちらは何もできないというところなので、まあこれから続々とボカンキーも発売されるということなので、いろいろと発売されるのを待ちたいと思いますね。まあちょっとこのね、まあ残念な部分はあります。このちょっとこのはめにくいっていうのはまず残念なところですね。もうなんかね、ちょっとはまりきらないというかね、こうグッてこうはめ切ってから回さないといかないというのもありますし、そのはめるまでが、その最初のこの導入部分がこうスムーズにいかないとね、ダメなんですけども、それが慣れるまでちょっと時間かかると思うんですけども、結構これがね、この薄いここね、スリットにこう刺していく感じなので、まあ劇中ではこうスムーズにカシャンってやってますけども、まあちょっとこれやりにくいですね。はい、そしてこのホイールなんですけども、これ普通にこう動かすとこうカチャンカチャンとこうストップがかかるわけなんですけども、これもね、あの劇中通りにこうぐるぐるぐるってこうすごい勢いでこう回るのかと思ってたんですけども、止まるんですよね。なので、こう何回もこうガシャ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 やらないと、このゲージが溜まっていかないというね。あんまりこう、期待していたよりもちょっと遊んで、実際に遊んでみて、ってなっちゃいましたね。まあ、音声的にはまあいいんですけども、あとはまあ、ボカンキーを増やして、音声が増えるという、ものですね。まあ、見た目はすごくかっこいいんでね、これはまあこれとしていいんでしょうけど、ちょっとこのギミック的にちょっと難点が残りましたね。はい、では、今回はなりきりアイテムということで、こちらのモカンブレス、そしてボカンキーコレクション01をご紹介しました。以上、トイズガオーでした。